ないな。いろいろないな。今からテッドの誕生日プレゼントが来るのよ。わかる？ないね。めっちゃ乗ってるね。テッド、あんたの誕生日プレゼントが来るのよ。見てるけど。うん。もうすぐ4歳だからね。そうそう。いいよいいよ。お母さんもずっと欲しかったのよ。パパにね、ダメってずっと言われてたけど、今年は OK が出たの。見てるけど。楽しみにしてね。あ、言うてない言うてない言うてない。こちらへ運びましょう。お願いします。場所的にはどの辺に、あ、ちょうどその辺なんで、はい、はい、下一応フェルトがついてますんで。絨毯来たね。防カビやったっけ。防ダニ、防ダニ、そう、防カニ、え、防カニした、防カビ、防じゃないと、防ダニ。猫ちゃんに、なんかほぼさ、下の床の色と同化だね。みんな新しい絨毯だよ。ダニが湧きにくいです。じゃあ新しい絨毯で、ちょっと匂いがね、慣れないかな。布団が入ってんの、まーちゃん。また乗った、早くれ。あんたにだけど、まだ早いわ。いい色ですね。テト、テト色にしたよ。テトへの誕生日プレゼントだからね。うん、叩きになるね。もう早速入っちゃう。早速入っちゃうね。いただきます。うん、ちょっと待って、あれだな、すごい存在感出してくるな、こたつ。ねえ、こたつ完成です。じゃあちょっとスイッチ入れてみようかね。はい、なんかいる、もうすでに、あ、いる、一匹いるよ。誰だい、あ、のあちゃんだ。あんた一番に入ってんじゃん。テッド飲んだよ。入れましょう、スイッチをね。テッド、できましたけど、こたつ温まってきましたよ。あったかいのね。子供たち、あ、ベルちゃんもお入りですか。どうですか、ベルさん。もうちょっとこうやってね、暗くできるんですよ。ちょっとこんな中しちゃうと暗いね。取れるね。テッド、テッド、テッド、どうですか？テッド、君のだよ。お誕生日おめでとう。こたついっぱい使ってね。去年は偽物こたつでしたから。今年は本物で。あんた色にしました。ブルーにね。開けたろかどうか。
ここ開けたろか、テト。はい、テト、テトちゃん入りますよ。あ、なんか出てきた、ベルちゃん。ベルがいるような感じ。あったかいよ。あ、どうですか、ちょっと怖いの。兄ちゃんはついつい入るね。あ、ちょっと怖いみたい、テト。ちょっとこういうの怖いな。ただちょっと怖いの、もしかして最初そうだね、警戒心強いね、いつも回し車の時もそうだけど、警戒心低いこの子たちが入るみたいな。どう、女ちゃん、あったかいでしょう、これこたつっていうの。あ、もう一人入ってる、ニコちゃんも入ってる。あんたらこういうの強いよね。ラグに乗った、ラグに乗るのもちょっと嫌なんだよね。ほらいるよ。前足だけで動いてたじゃん。うわ、後ろ見た。なんだこれは。なんだこれは。これ入ってごらん。まだ無理？なんかもうカーペットも気になっちゃう。めっちゃ中見てるんだけど。嫌だ。まあゆっくり慣れとくれ。ちょっと足に猫が当たるわけよこれ。わかる？うん。ここにさ当たるわけよ。うん、最高。もうニコちゃんだね。もう一匹いるね。君誰だ？当てに行かんのよ。ああ、猫がいるね。あ、兄ちゃんも来た？兄ちゃんも入った？ほらほら。いいよ、ここ。ほら。ああ。ちょっと警戒して。いいね。今年のあれだな、お正月はこれであれだな、楽しめるね、大晦日とね。ありがとう、出た、あんたのおかげでこたつをゲットできたわ。こたつ禁止してたからね。あ、出た、出てきた、おめでとう、出た。どうですか、こたつ。いいね、こたつ最高だよね。もうくつろいでるよ、ゆうくん、ベリちゃん。授業が早いね。うん、あったかいよね、こたつ。テトはまだ入るの怖がってたからね。あ、なんか開けたら寒くなったからか、奥に足だよ、パパの。かわいい、かわいい、かわいい、いいね、こたつね。テトもテトにあげたんだけどね、ベリちゃんが先だね。そういうもんだよね。線噛んじゃダメよ、ベルちゃん。